ごきげんよう、お兄様。はい、磯波さん、いらっしゃいませ。なんでこんなレベル高いやつに 問題足してんの？もっと低いやつに足してくれよ 心の叫び。なんなんレベル6とか7とか4とか1とか2に増やしてもええやろ。もっと3と45が一番多いんか。1、2もうちょい増やしてもええんちゃう？ 4、5多すぎんか？こんなもんか。レベル6、7が配当がやろ？で、5が1級、準1級、4が準2級、2級。なんかそうやろ、準2級2級とかなんかそんなんじゃん、まあ、よう分からんけど、67が配当外なのは最近知った。最近知ったっておかしいな。回答欄上部に表示される。入れ替えが使用可能時、回答欄上部に表示されるよう変更。ということ、回答欄の上に入れ替えできるやーみたいな感じのあれ そんな感じなんかな。ヘル相当のボーナス問題でミスした時、他の失敗時の演出と同じになるように。自動アップデートのシステムを調整。レベル6プラス20問、レベル7プラス10問に新規問題。そんなあるん？ 6、7あたりになるとほんまにその感じ合ってるんみたいな感じになるからね。スマホでプレイ時、ボタンにキーボードの表記をしないよう変更。スマホではやらんな、さすがに。もはや研究者向けになってきてると思う。そうだな。やばいな。カジュアルの、何？鬼バラエティ。鬼バラエティプラスやるんがちょっと怖くなってきよんな。俺にはね、今日の目的はね、これなんでね。じゃこれじゃない。こっちこっちこっち。これが目標だ。終わってるやるな、こっちな。ハードプラス。まあ、前回というか、まあ、アップデートがあったとやってなかったってやつ。なんか、ハードプラス1回か2回かな？ 2 回ぐらいやって、なんか、ギリクリアできるかできひんかみたいな感じだったね。あのね、レベル、だからね、そのハードプラス、いやの、その最終ステージの前の3問、言うたらレベル3あたり
あのなんか侍とかなんかあの出てくるやつな、あのあたりのレベルは、ごきげんよお兄様、ルナさんいらっしゃいませ。あのあたりのレベル帯が激ムズプラスの俺がいけるかいけへんかあたりやった問題やねんな。だからハードプラスが今のところちょうどええねんな、多分多分な。多分な。だからハードのプラスとかノーマルプラス、あのね、あのそれ以下がなくない、ないねん。なんかイージー作ってもいいんちゃうかっていうぐらいねんけどな。それこそそうなってくるとどうなんやろ、これ問題増えてんのかな、そのどうなんやろ、減るだけが増えてんのかな。激ムズプラスは99.9%、クリア無理なんで、不可能なんで、激ムズが無理やったからね。でもハードいけてて、激ムズの、あのレベル2対2にいけるかいけへんか、じゃあレベル3にいけるかいけへんかぐらいやったから、ハードプラスが一番ちょうどいいんですよ。実際最終問題いけるかいけへんか、レベル3で止まるか止まらないかみたいな、ステージ3かな、ステージ3で止まるか止まらないかみたいな。だからこのあたり俺も読めへんもん、激ムズのやつ。これ何これ、高校や卓を飾る何やろな、ムルこの辺はより愛猫か、恋のぼりでいいんかな、うだつが上がらぬ。ノーマルプラス海浜公園恣意的欺くでいいんかな。このあたりマジで読めへん。ムルって何、ムルって。ムル。カタカナやろ、これ。どう見ても。あの、これじゃないけど。メツ。これは5つらしいんやけど。ハードプラスはね、一番ちょうだい。まあでも、さすがにちょっとあの、もうちょっとね。さすがに、ちょ。ベーシック。ベーシックちょっと肩慣らししようか。あのタイピングにも問題ある自分なんでね。あれ、なんか変わってるね、星じゃなくなってるな、この難易度のとこ。ハード、難易度イージーって書いてある。イージー、これがイージーなんや。なんか前星やったんや、星3とか、なんか激ムズとかやった、なんか激ムズじゃねえわ、鬼バラエティとかやった、なんか6とかやったんや。激ムズ相当って書いてある。でも問題数が違うんだよな。5問で1回飛ばせるのと3問で1回飛ばせるのでだいぶ違うんだよな、正直。全然違う、マジで。ほんまにちょっと肩慣らししようか。これなんか変なカスタマイズしてへんやろな。入れ替え普通ステージノーマル、あ、大丈夫やな。ちょっと肩慣らしということで、なんちゃらの戦って明日発表なんかな、ジャンカマ。どういうルールになるの？イベントは書いてあったけど。
性やろね。うん、まあ、なんちゃら、僕さ、説明がいるからね。イベントの名前を変えたり、どんなんなんやろねと思んなかったら、まあ大丈夫。解説まで小学生向けでなくてもよい。まあ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 。ええんちゃう。ノーマルプラス実際俺やってないな。まあいっか、ハードプラスやるか。ハードプラスはね、ほんまにガチのギリギリでな、クリアできても。余裕でクリアじゃないんだよな、マジで。ほんと一回ハードやるか、一回ハード挟むか。一回ハード挟もう。え、7問コース、10問コース、16問コース、いやまあ16問で、はい。16問キックでお願いします。いやもうやめて、これこれやめてくれ。は？独立国で。初めて聞いたわ、サモア独立国なんて初めて聞いたわ。激おこ、今の問題激おこよ。まだぶっ飛んだルールやなかったらええな。何の戦やろ。今まで一番ぶっ飛んでルールって何やろ。やっぱりあれか、限界か。かぐや様ですか。これグローなの？グローするかのグロー、これ。天命も大概。天命も大概やな、そうやな。ああ、これ仕入れてもう正解になるんやっけ？なんかアップデートなんや、変えたっけ？一番は赤地では根本的に違うし。あれ何やったっけな、赤地はあれか、何掛け狂い防戦、6文字超すごい。赤地ってどうやったっけな、まずカブラヤ。赤地は自敗。麻雀が好きな一人が来場しました。自敗がないんやっけ。お待ちしておりました。バロンさんいらっしゃいませ。
何これ、ホフ、ホフル。こんばんは、白羽屋さん。何これ、何これ、後年、なんだこれ、牛だし、なんだこれ、あ、猿か。あ、十二支の何かかなって思ったけど、どれか分かんへんだ。臨床性、これで、あ、なんかハードプラスダメな気がするな。植物三文字から、ひじき、ハードプラスいけるか、これなんかいけん気がしてきた。だってさっきのステージ2からスタートってことやろ、さっきのひじきレベルのがステージ3でぐるってことやろ、ね、なんやろ、そんな難しかったっけハードプラス。2回ぐらいじゃわからんか、2回ぐらいやってやめたらあかんな。うん、ここからでございます。何の戦やろな。ロリショタの戦とかそんなやったらええのにな。ロリかショタしか使えない普通のマージャンみたいな。属性ロリかショタに含まれるキャラクターしか使えへん普通のマージャン。そんなんがええな、絶対喜んでやるけどな俺。ここからでございます。ハードプラスいけるかな、16問キックでいけるかな。なんかね、それマージャン的には変わらないんだな。そう、変わらへんね。だからね、特殊ルールがあんま好きじゃねえんだよな。俺のことや、汚いって。え、これハードプラス、汚いってハードプラス出るの、免許回転。ここからでございます。あ、まあ、地名やめて。丸山古墳、どこにあるか知らない、奈良県だ。へえ、僕が諦めか。まあでもロリショタの戦っていうのが実際やら、実際その戦が追加されたとしてどのラインなんやろうなっていうのは正直ちょっと気になる。なんか退職か。彼アレラアイラ、へえ、カラスの行水。皆さんお風呂はカラスの行水じゃないですか、ちゃんと肩までゆっくり使って体洗って。第14位にランクインしました。そんなに使う、俺の配信にポイント62かな。ろくなことがない。
ほ、え、なんやこれ、ほう、ほうそ、ふっそ、なんだこれ、わかんない、あ、ふっそかふっそはなんかもうカタカナやな流れに、え、なにこれ、何刺す、赤坂サカス、なんだこれ、なんだこれ、流れに、はい、あーす、あー、竿なんだ第13位にランクインしました。何これ、観光例、なんか歴史の方でなんか聞いたことある、観光例って、なんか歴史の方だな、なんか聞いたことあるのは。湧き平水、全然わかんない、えーわかんねえこれ、なんだかこれ、2文字、政治をする、統治する、治める、なんだ、治めるぐらいしかわかんないぞ、なんだこれ、何める、岸田める、収めるの、こんな感じある、収める、なんかの旧字体とかそんな感じかな、収める感じ、あんな字あるんか、今作ったやろこの感じ絶対。